ったー、やっと着いた。苦痛だったみたい。どんなに可愛くても首から下は185センチの男子生徒やからな。君の家があと100メートル先にあったら、たどり着く前に何かが起こっていたかもね。ああ、俺の家があと100メートル先にあれば。うん、水辺の虫や植物たちが元気になる頃だね。さあ、行こう。うん、今日は2回目の春の公園です。いごうい。目は口ほどにものを言うか。ごめんって。なんか俺ギラついてた？なんか怖い思いさせた？ごめんって。ホタルだけじゃなくて、そろそろ虫たちが動き出すよ。おうおう。ちょっと怖いかも。ホタルたちは光る準備中。気の早いホタル出てこないかな。ちょっと怖いかも以外はいけそうな感じ。いや、これ下の2つ結構むずいよな。だから、本田くんはこの光る準備中みたいな言葉好きそうやし、気の早いホタルって言葉も好きそう。どっちもどっち。光る準備中、アップしてるのかなみたいなのどう？ホタルたちは光る準備中？そうそう。でもね、ホタルは卵の時から発光してるの。弱い光だけどすごいよね。おうおう。なんかそれ聞いたことあるかも。さすが詳しいな、本田君。バッチリ。なるほど、こっちか。まあ気の早いホタルと僅差だろうな。お、ご機嫌だね、本田君。今日はこの後ホタルの住処に行けたりするんかな。タッチ過ぎたらいけないかな。タッチしないでおこう。君って不思議。一緒にいるだけで楽しいんだもん。公園にいたのにホタル行かないんやな。あ、そっか、今日は4月の30日だからまだホタルじゃないんか。ちょっと。そうだね、明日からだね、ホタルは。ちょっと俺が気が早かったな。気の早いホタルは俺だったのかも。くすぐったいな。そろそろ反撃していい？お、来るか。来いよ来いよ、本田君。おらおらおら。さすがにそれは。なるほど、俺が反撃の隙を与えてない。ほら、ちょっとゆっくりめに。ちょっシュッシュッ。今のは本当やばかったって。ほな、俺好きだらけやで。ねえねえ、今の俺が君にしたらどうする？だから俺喜ぶってば、反撃してくれよ。ほら、反撃してこいって。ほらほら、ちょーい。そろそろストップ。反撃の隙がないと。でも俺もほらバッチリは取りたいからね。俺もこの先が気になるから。ほら、本田君、反撃してきてくれよ。ちょっと俺ばっかりで、ちょっと俺の隙がないのも問題かもしれないけど。ダメじゃないよ。ちょっと反撃してこいよ。来いよ。もうおしまい。来いよ、本田行く。やっと着いた。苦痛だったみたい。もう俺の中、いろんな感情で大渋滞。嬉しいのと焦りと疑問とで頭の中ぐるぐるだよ。まああの表情を見る限りでは焦りと疑問が9割を超えてただろうな。君の家があと100メートル先にあったら、たどり着く前に何かが起こっていたかもね。ああ、俺の家があと100メートル先にあれば。ちょっと次のデートまでに家ずらすわ。なんとかならないかな。ちょっと両親に掛け合ってみる。え？何かって何？うん。何かってなんだろうな。まあでも俺も何してるかも分かってないから、まあお互いに分からないまま、何かを起こそう。ビッグバン！なんてね。よく分からないんだけど、君に触られてると、胸の奥で何かが大きくなってきてさ。やっぱり宇宙だった。新しい世界が始まりそうだと。起こそう、ビッグバン。ああ、もう爆発するっていうギリギリのところで今日は終われたからほっとしてたりもする。ああ、いやー、俺の家があと100メートル先にあればなあ。ずらさなきゃな、家。怖いような、惜しいような、とにかく変な感覚だよ。次回もこの感覚味わわせていきたい。でもなくん楽しそうだね。そうだね。君といるとわからないことだらけですっごく楽しいよ。まあ、疑問は感じるだろうな。俺だってだから疑問感じてるんだって。一緒一緒。この爆発しそうな何かが一体何なのか突き止めたいからね。君にはやめてほしくないな。あはは。じゃあもうやめてっていうのも止めるのもやめてくれよ。止めないでくれよ。そして来いよ。うん。へへ、ありがとう。あはは。じゃあ君からもよろしくね。反撃待ってるよ。感謝されちゃった。でも、今後も本田くんに触っていいんだ。あは。まあそれは続けていこう。そして、ちょっと反撃の隙間を与えてあげよう。お？ハバチャ特集の7。やっぱりかっこいいな。お？これは、ナナコちゃんが出てくるやつかな？あ、やっぱナナコちゃんのイベントでした。ただ、これを学校でやってる時点で隠す気なんて絶対ないよな。急に誰か来たらどうする？どんなに可愛くても首から下は185センチの男子生徒やからな。手も勇ましいし、もう隠す気がない。相変わらずガバガバだな、お前。はい、本田です。電話ありがとう。うんうん。今日はバイトなんで。留守電だな。でも、ごめんなさい。今、電話に出られないんだ。じゃあちょっとデートに誘って返信の電話を待ちましょう。あ、春の公園の間に温水プール挟みます。いい。あは。あ、多分この返信の電話初めて聞くやつだと思うんですよね。いい。ああ。あは。はい、広瀬です。あ、俺だけど。ごめんね、電話に出らんなくて。いやいや、大丈夫だよ。バイトなの知ってて電話してるし。それで、どうかな？あ、留守電に入ってた話？もちろんオッケー。ああ、ああ。っていうか、君が誘ってくれたのに断るなんてありえないでしょ？おう。いいね。もう俺に夢中。じゃあ、5月7日に公園入り口で待ってるね。待つのは俺の方。慌てず来てね。じゃあ。おう。もう俺より早く絶対に行くよって意味やな。あははは。あああああ。おう。やっぱり早く来てくれてる。なんで？間違えてないよ。おう、予告通り早いな。さすがです、こんな。水中で体を自在に操るってほんとすごいって思うよ。今回はときめきの会話が狙える3回目の温水プール行こう。俺も競泳用の高速水着着たら早く泳げるかな。ほう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 。サメ肌水着、速さの問題、まずは学校から。ほう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 。どれだ？サメ肌水着、速さの問題。まずは学校から。ああ。このまずは学校からってなんだ？このベストをいじってるのか。だったら俺ぜひこれ言いたいけど。女がこのベストどう思ってるんかな。速さの問題。ああ。これ下の2つが多分ときめき会話だと思うんですが、いやこれはどっちかな。でも俺ベストのことちゃんと話つけたい。まずは格好から。そうそう、テンション上げるためにも形から入るって大事。あははは。じゃそれとりあえず脱ごう。まあまあダメだ、可もなく不可もなく。あ、おまけでやります。ん？そう、俺はこのベストの話をしたかったよ、本田君。決着をつけたかったんよ。ニフヒュー。俺の体が気になるの？何度も言うやけど、その肉球プリントのベストが気になるんよ。君が楽しめたならギリギリセーフなんだけど。だから君が楽しめないならアウトなんだってば。ホタル行きたいな。えあれ ?5 月入ったのにホタルじゃないんやな。海か。まあ海もいいけどね。どうしたの？いや、絆を聞きたいけど俺はちょっと本田君を見つめたいな。俺の顔に何かついてる？あははははは。ごめん、ついじっと見ちゃった。じっと見ちゃった。なんだ、そういうことならいくらでもどうぞ。お、へっちゃらというわけか。おほほほほ。じゃあちょっと、根比べと行かせていただくよ。うん。まだ何かある？見つめてやりますよ。こんなくんの髪、サラサラして綺麗だなって。おほほ。もうなんか結構鋭利な髪型に見えるけどサラサラしてるんやな。ほほ。そう。父さんの抜け毛対策のためにいろいろ調べて実践してみたからね。おほほほ。ほなくんもちょっと髪の毛のこと気にしてるみたいやしな。髪にいいっていう豚毛のブラシにシャンプーもいろんなブランドのを試したな。おお。そうそう。髪を乾かす前に油を塗ると傷まないしツヤが出るって聞いて、椿油からオリーブ油まで塗ってみた。おう、それって抜け毛対策か。椿油とオリーブ油。オリーブ油も。へえ、すごい。オリーブ油はどっちだ？出たか？俺の髪触ってみる？君なら特別にオッケー。あ、いいな。タッチでちょいちょい触ってるけど、触らせていただこうかな。やってみたいけど、いいのかな。なんかドキドキしてきた。ダメだ、返し技にやられた。うん、水辺の虫や植物たちが元気になる頃だね。さあ、行こう。あはあ、3回目のときめき会話が狙える春の公園です。行こう行こう行こう。ん？あ、でもタッチは控えめに。今回だけ。ちょん。疲れちゃった？ゆっくり行こっか。いやいや、これからだよ、本田君。行こう。池の周りを歩いてみよう。何か新発見があるかも。おうおう。探検隊みたいだね。そんな簡単に新発見なんてできるかな。いい運動になるね。ほう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 。まあ、これじゃないか、ときめきの会話。そんな簡単に新発見なんてできるかな。俺、君と一緒にいると常に新しい発見があるから。おうおう。そんな大げさだよ。会話が続くぞ。ほんとそんな感じ。おうおう。小さかった頃の妹もそうだったんだ。おう。俺を妹さん扱いするのはやめてくれよ。しかも幼子扱い。俺伴侶やん。妹さん？そうそう、いろいろ質問してくれるし、教えることで俺の中に疑問が生まれたりさ。でもね、最近全然ピンとこないんだよ。虫の話大好きだったのにさ、おかしいよね。妹さんの気持ちもわかるかも。まさか君もピンときてない？あんなくんの話とても面白いよ。よかった。それじゃもう一周。本当に楽しいやな、俺と回るの。まあ女の子の話楽しいからね。ただあんまりピッチを上げると俺も妹さんの領域にたどり着いてしまうかも。のんびり行こう。一生の付き合いなんやから。妹さん大変だったんだろうね。もう時間が全然足んないよ。ホタル行きたいな。全然ホタル出ない。海ばっかりやな。どうしたの？ほらもう話すことなくなっちゃったもの。音楽については昔聞いてる気がする。グループの絆は多分聞いたことないと思う。最近風間くん、七つ森くんと私たち4人でいるのが普通になってきたね。言われてみれば全然意識してなかった。それくらい自然になったってことかな。今みたいな関係って卒業したらもう終わりなのかな。本田君とは末永く付き合っていきたいけど、2人は俺に対してそんなに絆感じてくれてないからな。卒業したら終わりかな。寂しいね。りょうくんは骨董店を継ぐのかな。みーくんはどうだろう。映像系の専門学校に行くんだと思うけど。知ってても多分関係は続かないんじゃないかなって、俺はちょっと寂しい気持ちになっているよ。本田君は一流大学だよね。正直まだわかんない。興味あることがありすぎて一つに絞れないんだよ。まあ俺に絞ってくれよ。じゃあやっぱり卒業したらそこまで心配することないと思うけどな。仮に物理的な距離が遠くなったとしても、肝心なのは心や気持ちの距離じゃない？二人とはすでに距離があるんよ。本田君も俺が一流大学に落ちて物理的な距離ができても、俺への気持ち忘れないでね。だから形が変わることはあっても、俺たちの関係が終わることはないと思うよ。俺、そういうとこは楽観的なんだ。君は二人との関係続くだろうけど、あの二人ランチで俺と話すことなさそうだったしな。それとも君は終わらせたいの？俺は終わらせたくないよ。でも終わりそうな感じは出てる。まさか終わらせたくないよ。でもその匂いはしてます。なら家庭の話をするより今を充実させることの方が良くない？俺その方が絶対に楽しいと思う。まあそうやね。ちょっとほぼ確定かなとは思ってるけど、そうやね。心配しても仕方ないしね。楽しもう今を。本田君の言う通りだよね。そうやね。ちょっと卒業したら2人とは会えなくなるかもしれないけど、今を楽しもう。おまけのコーナーです。本編ではときめきの会を目指したのにまあまあという振るわない結果だったので、ときめきの会を狙っていきたい。ただまずはちょっとバッチリ取っちゃおうかな。多分このサメ肌水着がバッチリじゃないかと思うのですが、目肌水着？そうそう、着ただけで浮力を得られるとかさ、俺も試してみたい。B。あ、まあこれはバッチリだよね。あ、これはさすがに分かった。ただときめきが難しい。というわけでこれがときめきの会話。朝の問題？そんな言い方しなくてもいいじゃん。少しは浮くようになったよ。お、浮くこともできてなかったよね。確かに早さ以前の話だけどさ。でも浮くのは第一歩でしょ。そうやね。君いつも気持ちよさそうに浮いてるもんね。あ、じゃあ浮くの上手になってきたよな。あれ、なんかさ、今日はトゲがあるな。え、そう？あ、ごめんね。ダメだった？え、そんなつもりはないよ。ただ苦手なことでも楽しそうにやっちゃう本田くんはすごいと思って。その調子。お、どういうこと？じゃあ特別に教えるよ。俺がいつも楽しそうに見える秘密。それは君が一緒にいるからなんだ、本田くん。してる。終わった。もう時間が全然足んないよ。俺も不完全燃焼です。時間足らないよ。今の会話それで終わりなの。ほなそれでいいの。俺は納得いかないよ。一瞬だけときめいて結局なんか不完全燃焼で終わりました。なるほど、こういうパターンか。スケスケだぜ、貴族。元彼襲来。キングがへそ曲げた。お前をドキドキサバイバルにしてやろうと思ってね。あと普通の監督知らないんだろ。脅迫やん。煙に巻こうとしてやがる。めちゃめちゃ警戒するやん、俺の作るもの。俺は今回は跡部につきまとうと思ってんね。なんかメス猫っていうらしいんやけど。